僕が実際に逮捕されてまして、これを何かにする、もし映画もう一回撮れるならそれがいいかなって。でなのでその留置場でこの経験をもとに映画にって考え始めた時に、割とすぐにそこに行き着いたというんですか、その人物が出てない、ほぼ出てないで、周りの人が何かすることによって一人が浮かび上がるっていう。僕がもう12年前ぐらいなんですけど、実際に逮捕されてまして、女性のアカウントを不正に乗っ取るという、まあ、不正アクセスという罪の名前で言うとそういうものなんですけど、まあ、ただその、まあ、非常に一言で言うと気持ち悪い犯罪をして、まあ、逮捕された留置場で再び映画を撮れるかどうかは分からなかったんですけれども、嘘でもというか自分を騙してもう一回撮れる撮れるって思いながら過ごしてる中で、これを何かにする、もし映画もう一回撮れるならそれがいいかなっていう。若手の自主映画監督がある日不正アクセスという罪で捕まりまして、実名報道とかされたことによってかつての大学演劇時代の仲間たちにそれが伝わり、でまあ留置場出てきて、で大学演劇の仲間たちはまあその捕まった染田という人を励まそうとしたり、染田が働くことになるコールセンターの人たちはもうその逮捕されたこと自体を知らないまま、まあ、そういうこう捕まった人の周りを描いた話です。あえて捕まった人は不在のまま進行しています。話題の中心になる人物はいるんですけれども、この人にまつわる話を、まあ、展開していく中でこの人が浮かび上がってくる、まあ、下手するとこの人は一回も先に出ない時もあるし、本当に最後の方に出てくる時もあるみたいな作りをよくやっていまして、でなのでその留置場でこの経験をもとに映画にって考え始めた時に、割とすぐにそこに行き着いたといいますか、その人物が出てない、ほぼ出てないで、周りの人が何かすることによって一人が浮かび上がるっていう方が興奮するんですよ。なんか自分がそれを書いたり作ったりしてて、そっちの方がおお、だんだんこの人は浮かび上がってきたぞみたいな瞬間に何かを感じるというか、本当に皆さんそれぞれの見方で本当に構わないんですけど、もちろん見どころっていうわけではないんですけど、その俳優さんだけを撮ってる映画というふうに僕が思っていて、で見ていただく人たちがそういうふうに思っていただくかどうかは別としても、まあ、そのような思いで作っているということですかね。これはその主演の松下幸子さんの受け売りなんですけど、見た方が身近な人が逮捕された時にどの立場を取りそうか、見た後にどの人っぽいな自分って思うかを聞いてみたいと言っていたことがあって、まあもちろんその実際にそうなってみないと想像するのってすごく、まあ、僕は、まあ、ほぼ不可能に近いと思ってる方なんですけど、まあ、でもそうであったとしても、まあ、あの娯楽としてというかこうなっちゃうと思うなとか、なんかそういうのは嬉しいですね、見ていただく時。 S という映画を撮りました。あの僕自身が12年前にとても恥ずかしい犯罪を犯して逮捕されまして、で、まあ、そこから着想を得て、とある人物が逮捕されてその周りの人たちを描いた物語を作りました。作っていいかどうかよくわからないという気持ちもありますし、今どういう表情でこれを話していいのかも分かっていない部分がありますが、それでも作ってしまいましたので見ていただければ嬉しいです。